こんにちは和楽堂の方々です2024年6月一泊彗星の方の運勢についてお話をしてみたいと思いますまず入っている場所ですね魔法陣のど真ん中に入っています中宮と言われる場所ですね普段は合同性がいてまあ、強い力を持っている合同性ですのでこの場所にも強い力が満ちていて周りの状況がですねこれ囲まれているというのが非常に特徴でして周りにある まあ影響ですねいいものとか悪いものとかいろんなものが身の回りにあるわけですけどもそのの周りの状況がが中心に集まってきてきととも影響を受けるるんでで、ね、ですすすねから激しく動く動可能性があるということです、まあ、天国と地獄を味わえる場所なんて言われるぐらいに真ん中に集まってきたものでどんどんあちこち押されてしまっていい方向に動けばいいんですけども悪い方向に押されることもあるということです。 ということはですね、周りの状況をしっかり見極めて整えることがとても大切になるということですね。まあ、一番してはいけないことは、周りに変なものとか嫌なものとか怖いものを置いてしまうことですね。そういうものと関わったり触ってしまうことによって、真ん中は逃げる場所がないわけですから、そこにそういうものが集まったときにどんどん追い詰められて、もうとてもこう大変な状況に落とされる可能性もあるわけですね。 まあそれだけはくれぐれも避けたいわけですから周りの状況でいつもにも増して変なものとか嫌なもの怖いものに触らない近づかないような排除するような考え方で対処するということだと思います。それとですねまあ反対になるんですけどもそういうことに気をつけていればですねまあ普通にいけば通常のものが残りますよね悪いものを触らないわけですから。 普通の状態の自分の身の回りのものが残ってくれてそれがサポートしてくれるわけですけども運が良ければあるいはじっと見極めていいものを周りに置くようにすればですね自分にとってプラスになるもの心地いいものとかですねそういうものを周りに置くことによって真んん中にに集まっててきた力が今度いい方向に押してくれるんで,す、ね、でここ合同性のあの強い力でそっちの方向に押してくれるわけですからまあ とってもいい思い思ができるる可能性もあとということですねですから周りの状況に十分気を配って行動してでいい方向になるべくなら持っていくようなそんなイメージでこの6月は過ごしていただいた方がいいと思います。周りをよく見るといでこの6月が終わると今度は7月ですね。<laughs> この研究という本来6白金星のいる 天に一番近いと言われている非常にのの高高いい精神性の高い場所なんですねで自分よりも大きな組織とかです、ね、偉い人とかそういうこうだ段だったらあまり関わりがないようなそういう暮らしをしてる,してる人でもです、ね、この研究に入るとそういうかかところからの関わりによってものすごく良くなる可能性があるんですね。 ですから非常にいい場所というふうに言われていますので身の回りに普段は縁のないようなも形で大きなものなんかが関わってくる可能性があるんですねそういう時にはちゃんとこう一生懸命向かい合ってですね少しでもこう自分の人生の中でプラスになるような関わりを作っていく意外とあの度胸もいるかもしれないですよね偉い人とお話をする時は緊張するかもしれないですし大きな組織と関わる時もやっぱり緊張するかもしれません。 ちょっとあの腰が引けることもあるかもしれないですけどそこはちょっと気合いを入れてですね身の回りのそういうものとの関わりを大切にするということですねあとはですね自分が権威のある状態にいるということを考えると目下が生まれる可能性がありますよね部下とかまょ、あ、うでも下の方がいたり自分よりも弱い立場自分が 優しくく見てて関関わわっっあげるようなな立場の人たちともやはりこうあの関わりが深く,なってくる。で、そういうことを大切にするそれによっても良くなるような可能性が高いんですねですから目上の人目下の人いろんな出来事との関わりを大切にすることがこの県金にいる時の非常にいい対処法になるんじゃないかなというふうにもともとが非常にいい場所ですので,で悪いエネルギーもこの7月には入ってきていませんから。 まあ周りの状況ですねあの自分にとってプラスになる関わりを一生懸命大切にする目上目下との関わりを大切にすることによっていい動きになるそういう7月になってくれることをちょっとイメージしていいと思います。でそれが終わると今度は8月ですね <laughs> 8月は打球に入りますね ここは七石金星がいる楽しいことがいっぱい閲落の場所と言われている場所ですねでここにも悪いエネルギーがついていないんですねですから月運の動きというのは中あの6月の真ん中の激しい動きがあるから周りに気をつけましょうということを除けばですね非常にスムーズに月運は動いていきますので意外と月の動きとしてはやりやすいんですね ただ、大きな背景になっている念運がです、ね、あとでちょっと話をしますけども、案件札が入ってきているので、基本的にはいろんなものが向こう側から邪魔に来る可能性が高いんですね。そういう中で、ちょっとでもいい月のところでやるべきことをやったり、ですね、その場所に合った行動をすることで、まあ、その案件札のちょっとやりにくい状況を少しでもこう緩和するような、そんな考え方で臨んだ方がいいような気がしますね。 でこの打球はですね、本当楽しいことに賑やかなことがいっぱいあるって言いましたけども俗に言う恋の季節とかですね遊ぶことがいっぱいあったりあとお金もよく動くしあのキラキラしてる場所なんですね歌ったり踊ったり本当に遊興遊ぶことに非常にこう、うん、楽しめる場所ということになるんでしょうねですからその中で十分楽しんでいただいていいと思いますただしお金の出過ぎとかですね 楽しさにこう一生懸命もこう進んでしまってですね足元がおろそかになってちょっと救われるようなことがないようなそういう最低限の注意だけしていただいてでこの楽しいところをしっかり過ごしていただくということですね月運の動きはいいということですねじゃあ今度はその背景になっている年を見てみましょうね2024年はこの丸い中段の左新宮という場所ですね。 3匹木星がいる場所で若い木それと雷のイメージを持っていてエネルギーに満ちていてまっすぐにこう正直に進めるような思っていることがちゃんとこうスタートさせられるようなとっても本来はいい場所なんですけどもそこになかなかやりづらい案件札何か向こう側からいろんなものが押し寄せてきて邪魔をするような可能性を見せるんですね。まあ、障害になったたり、り、押しとどめられたり これはあのイメージをしっかり持って多少の覚悟を持ちながらそういうものに乗り越えていくような体制,体制っていうのかなそういうものを考えていかなきゃいけないんですけれどもただこういう悪いエネルギーが来た時というのはご本人の普段のこの一生懸命作ってきた命運ですね命と運というふうに書きますけれどもその人そのものにいろんな影響をくるわけですから普段から一生懸命自分の生活の環境とか やってることです、ね、しっかり積み重ねて強い体,体質ですね強い命運を作っている方にはどうということはないんですね。それでもやはりあのやりにくい状況は向こうから来るわけですからちゃんとそれを考えに入れながら行動するというその辺が求められるんですね。まあ、非常にエネルギーに満ちたいい場所であるがゆえにちょっとこう惜しい気もしますけどもその分慎重にですね ちゃんと向こうからいろんな来るものを見極めて対処しながら乗り越えていくというそんなイメージで2024年1年間ありますんでねあの年運の場合はちょっと長さがあるので月運の多少のね動きの中を動きをちょっとこう考えに入れながらでもですね背景としてはちょっとだけやりにくさがあるということですね。ただこれあのいつまでも続くわけではなくて次にちゃんと違う流れになっていきますので。 2025年がどうなるかですねそうすると紫色を入れましょうねこの悪いところ。で孫急という非常にいい場所に入って2025年は悪いエネルギーはここには入ってきていませんので、まあ、2024年のねいい場所でちょっとこう元気よく動き,動き,動きやすい動き出せる場所に案件札が来てちょっとこうそれにブレーキをかけ,られなかけられたような状況だったところにですね 尊急という縁が巡り来て物事が整うという非常にいい流れを持っている年運がこの2025年は来てるわけですね。ですから2024年ちょっと頑張って一生懸命耐え忍びながらあの対処をしながら一生懸命乗り越えたのがここに2025年になるといい姿になって自分の身の回りにですねあのいいエネルギーに満ちる状況になってくると思いますのでそんなことをつながりを考えながらやるとですね 今が大変でも先が,いい先が楽しい先がいい姿になるといえば我慢もできますので対処もできると思いますのでそれで私もねこの流れというのを一生懸命こうお伝えするようにはしてるんですけども一応この尊究はねあの非常にいろんなものと巡り合ったりいろんなものが形になってくれたりとってもあの機能するいい場所なんですね。ですから大切にしていただくのと2024年も いろんなことが周りに起きてどん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 本来進むところに邪魔が入ってやりにくいなと思うところを一生懸命対処しながら乗り越えていく先にこのつながっている2025年があるというふうに考えていただいたら動きやすくなるんじゃないですかねあの対処法が見つかるというのかなで今度はですね2026年になりますね <laughs> 2026年はこれは年運が 中宮に入るんですね。緑色を入れましょうねさっきあの月運のところでね6月はあの真ん中に入ってるから周りにか周り囲まれた状況で全部集まってくるので逃げ場がないから大変ですよとよく変なもの置かないようにしましょうというふうに言いましたけれどもそれがそっくりと1年間を通じて大きな背景になるということですね。で1年間ですのでやっぱり期間も長いですし。 あの与えてくる影響エネルギーも大きいですからしっかりとこの場所の意味合いを考えて理解しながら行動するのが求められると思います。まあ、さっきも言いましたけれども周りに変ななものを置かいいとというこ不用意にちょっと嫌なものに触れてそれが周りに配置される状況が続くとですね真ん中に集まってきてそれがどん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 こう力がたまってきて悪い影響を強く与えてくるわけですから。 ちょっとのように思えてもやっぱりそういうものを極力あの周りに置かないように触らないようにするということが求められるような気がします。本当ここはの真ん中に「静観静かに見る」って書いてありますよね。これは冷静に感じることによって変なものを触らないというふうに捉えていいと思います。まあ、よく見てマイナスになるような要素には近づかないということでよね。まね、あ。思わず触ってしまうものってあるんですけどもね。 まあその辺はですねこの真ん中にいる時はより一層注意するというイメージで行動していただくといいと思いますでこんな感じで根雲動いてるんですねだから大事というのかなちょっとこう覚悟を持って過ごした方がいいのが2024年今お話をしているこの年ですよね。で本来なら周りがにぎやかでどん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 動き出すような状況の中でやりにくい出来事とかですね やりにくいものがこう目の前に来たりしてあの動きにくいんですよね邪魔をされることがあるわけですから、まあ、その辺ですねしっかり考えながら対処するとそれが終わればいい流れになってきますので,でこの流れを見ながら行動していくと無駄がないような気がしますので。 皆さんもつながっていく月運も年運もですね流れながらちゃんとその中で意味を知りながら理解リズムを取りながら行動するという習慣をつけると意外と動きやすすいように私は感じます皆さんもその辺のデータですね情報としてこれをうまく利用していただければあの多少ね嫌なことがあってもちゃんと乗り越えていけるようなそういうやり方っていうのが身についてくると思いますので。 その辺も少しあの考えに入れながらこんなお話を聞いていただければというふうに思っています。で、今回ですね、このサムネイルにあの仏像の顔が載ってますよね。これ私があの陶器焼き物で作った緑仏という未来を救う仏なんですね。緑菩薩がお勉強をして遥か未来にこの世を救いに来ると言われているまあ、仏教界のスーパースターですね、未来のね。それはこう明かりとして作ったんですけども。 陶器で作った割には非常にいい顔になったんですねこれあのなかなかですねと土というのは繊細なタッチで物を作るってのは意外と難しいんですねあのポロポロ欠けてしまったり柔らかいと今度は繊細な線が出せなかったりするんですけどもこの時はちょっと真剣にやったせいかちょっと気合が入ってたんでしょうねいい表情が生まれてくれたので大切にしている私の作品の一つで私も大好きな表情なんですね まあ、しばらくこれをあのチャンネルのサムネイルの背景に使いながらいろんな言葉を皆さんに伝えれるようにしたいななんて思っていますので,で右側画面の右側に観音菩薩がいて左側にお地蔵様がいるんですねみんな喜んでるんですねあの未来を救う仏が出てきてくれたと弥勒菩薩がお勉強して仏になって帰ってきたということで喜んでいるので到来仏まさに来る仏とも言われてますので。 まあしばらくこれを背景にしながら皆さんとまた動画,動画を通じてやり取りをしていきたいと思いますのでまたいいなあなと思ったらですねあのチャンネル登録をしていただ,い,い,ただいたりですねコメントもあの結構いろんなコメントいただいて私あのちゃんとお答えしてますので。 あのものすごく増えたらなかなかできなくなるかもしれないですけど今まだまだ私のところへはあの少ない状態ですので一つずつにちゃんとお答えしようと思っていますので聞きたいこととかですねあのそうですね思ったことなんかもあったらちょっとお伝えいただければとってもいいコミュニケーションが生まれると思いますのでそちらの方も是非よろしくお願いしたいと思いまままます今日も最後まででごご視聴いいいいいたたたただいてありがとうございましししそれではまた次よろしくお願いいたします。